どうもグリゾンです。では今回もトゥームレイダーの続きをやっていきたいと思います。狼を倒して、でこれからロスのところに戻りたいと思います。お、ジップライン。じゃあこれで戻りたいと思います。ジップラインがあるとだいぶ楽ですよね。降りられるか。よし。今手当てするね。お、復活？ラス。使用できた。応急処置の仕方なんてどこで覚えたんだバーに勤めてたからねお酒に喧嘩はつきものでしょ。ああ、送信機もか。よくやった。で次はこれを持って電波塔に登らないといけないんでしょ。強い信号を360度発信するにはそれが確実だ。ララ、お前が信号を発信するんだ。俺はこの足ではタワーに登れない。大体予想はついてたから。お前なら大丈夫だ。クロフト家の血を引いてる。私は変わり種だから。そんなことはない。自分で気づいていないだけだ。お、新しいアイテム？実地訓練しかなさそう。ララ、気をつけるんだぞ。オッケー。すごい。登れるとこがいっぱいある。これなら登れる。四角。おお。すごい。おお、ジャンプして四角を押すと。ん？あ、待って。おーっと。おお、あぶねえ。いや、面白いなこれ。で、
横にジャンプして四角、オッケー。で、こっちに。先が全然見えないな。あ、これやると見えるね。なんかまた狼とか出てくるんじゃないの。うわ、骸骨がいる。今更ながらロスに感謝ね。トレーニングとか登山とかいろいろ教えてもらったけど、まるで今日のために備えてくれてたみたい。この島で生活する人がいるのは確かね。しかも組織を作って人を殺したりメンバーを補充したりしてる。何なんだろうね、あの人たちは。まるでカルト集団みたい。そうだとしたら何を崇めてるの。目的は何かを探してるの。キャパシティ、あ、持ち運べる弾薬の数を増やします。これにしようかな。じゃあ OK。 あ、待って、これできるかな、アップグレード。お、できる。よし、じゃあ行こう。おお、なんだここは。ん？大国でそんな儀式が行われていた記録はないはず。そうなの。ただ記録は消された可能性もある。ああ、これ燃やさなきゃいけないんだ。あ、なるほど。これを燃やせば軽くなって上に行けるって感じ。火はどうすればいいんだ。高速からじゃ無理だもんね。あ、あそこか。これで、お、よし、これで燃やせるだろう。んで、さっきのこいつを下ろせば、よし、これで上に上がれるでしょう。オッケー。女王に仕えた巫女たちを叩いたもの。なんかある？
サルベージ。レリックマップ発見。これでどこに何があるかっていうのが分かるってこと？なんかいろいろあるね。これで戻ればいいのかな。戻って。なんか出てくるんじゃないだろうな。狼とかやめてよ。から違うところ、こっちか。おっと、ちょっと焦るな、落ちると。2人いるね。あ、3人だ。もう中入れ。どうしようこれ。これって何のために？まだ分からん。まだ使えるんだろ。あ、やべ、銃だった。弓矢のつもりだったけど銃で撃ってしまった。の島民からこれはいいや。んで、まあこれか。火がないと、あ、火があるね、あっちに。おお。OK。さっきのあれにも火をつけよう。なんかチャレンジがアンロックされるんですよね。チャレンジが更新されました。チャレンジってなんだろうな。あ、こっち行ってないね。あ、
アイテムが。すり鉢とすりこぎ。多分薬草をすりつぶすための道具ね。うん、すり鉢に骨のかけらが残ってる。動物の骨だといいけど。なんで？動物の骨だと、なんかあるの？よくわからないな。他に行くところはないよね。あ、なんかあそこに落っこってるね。あっと、ジオキャッシュ。あ、ここは無理か。なんかいろいろ起こってるけど、使い道がいまいちわからないな。お、これどうしたらいいんだろうな。まだ無理なのかな。後になれば開けられる感じかな。お、大丈夫？なんか崩れそうだけど。おお、やーめてー。おお、焦った。なんかこれもう戻れない感じ。レイエス、サマー見つかった？あ、くしゃみが出そう。古い電波塔があるから、そこから救難信号を送ってみようと思うんだけど。ラナ、通信コンソールを探せ。古い電話の交換台みたいなやつだ。分かった、見つけたらまた連絡する。ああ、オッケー。ジップライン。あ、やべ、敵がいる。お願い、もうやめて。あー、火炎瓶はやめろ。あ、まだ生きてる。うわ、もうファークライでもそうだったけど、火炎瓶やだな。出てこい。よし、やっつけたかな、これで。わっ、まだいるんかい。ちょっと待って、ちょっと一回火をつけよう。これで、じゃあちょっと消しとこうか。ちょっと矢に、弓矢にしよう。お、ベースキャンプ。もうまた震えてる。そんな格好じゃ寒いよ。またビデオ見るのかな。レイエス、これは電気系統じゃなくて機械系の故障だよ。いいから。これは電気系の問題かもな。あら、そう。おお、
この美少女ちゃん誰？ああ、かわいいでしょう。ああ、超かわいい。アリーシャだよ。アリーシャか。私の娘。おっと。14歳。あんたより全然頭いいよ。じゃあ、父親譲りだな。こんなやつ、取らなくていいよ。早く直して。ああ、そうするよ。チクられたら嫌だし。船長にね。つって俺は湖で夜釣りを楽しんでたわけ。おいグリム、ハッチを閉めてきてくれ。おい、今行くぜ。そしたらな、そいつが水の中からノート出てきやがったもんだから、一応続きを食らわしてやったんだよ。9割の件はそれで回避できるぜ。この船長いいキャラだな。以来ずっと禁酒してるぜ。じゃあ飯の時間にね。あれ、この二人できてんの？いい？こっちも予備で回しておいて。ありがとう。ホイットマン博士、フィラー15、テイク3、アクション。じゃあしっかり押さえて腹をかさばくんだ、こんな風に。いや、そうじゃなくて。あ、カット、カットだ。ああ、言っちゃったけど。あの教授、こんなことでへこんじゃうのか。そう、あなたは世界的に有名な考古学者のホイットマン博士。分かった。だけど、これだからリアリティ番組ってやつは、私の仕事は世に文化をもたらすことだ。料理なんか、いや、すまないじゃな。視聴者は常にコンテンツを求めてる。わかるでしょ？偉大な発見を達成するまでにはつなぎがいるの。頭から取り直しましょう。いい？編集は任せて。カリスマシェフにしてあげる。ジェームス・ホイットマン博士、フィラー15、テイク4、アクション。じゃあしっかり押さえて腹をかさばくんだ、こんな風に。あいつとにらめっこしすぎて目をつぶるとまぶたの裏に見えるぐらいだけど、もし私の考えが間違ってたら。あれを親父さんの発掘現場で見つけた時、お前俺に見せに来ただろ。ロスとララって仲良しだね。ロスっていうのは今までのトゥームレイダーとかにも出てるキャラなのかな。あいつも勘を信じてた。まだ生きていたらきっとお前を誇りに思うだろう。そろそろ嵐が近い。なあ、何があろうと俺たちならできる、うん、ララにとってロスは家族みたいな感じなのかな。しっかりしないとみんなの命が。そろそろ時間なんで、とりあえず今回はこの辺にしときたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。